申し上げます。上杉景勝殿お見えになられました。当世、これはこれは上杉殿、よう参られた。おお三成殿、まずは右大臣就任おめでとうござる。いよいよ二人揃うて家康めの息の根止められまするな。これまで関ヶ原の合戦、富士の合戦と伊達に阻まれ参陣出来申さなんだこと、お許し願いたい。何の貴殿が合図で挙兵してくれねば、その感激をついて西国で兵を挙げることできなかったはず。宝石の第一は上杉殿ですぞ。いやはや片付けないお言葉よ。されど伊達政宗がことここに及んで家康に味方いたすとはな。騎馬鉄砲隊がどちらに味方いたすかで勝敗は決まるな。小十郎、この戦が終わったらイスパニアとでも結び天下取りに乗り出すか。あの者、何を考えておるのやら。伊達勢はどないしはります。伊達政宗のこと、この影勝にお任せいただきたい。おお、それはありがたい。されば我らは全兵力をもって家康めの軍勢に攻めかかりましょう。それでは軍議を始めるといたそう。敵の布陣は物見の報告によりますれば、敵布陣はこのように。我が軍の布陣作戦はこのようにしたい。この布陣でごわしたら敵を打ち破れまそう。見事な作戦にござります。軍議はこれまででございましょうか。うん。
光殿下、見ていてください。豊臣に弓引く徳川家康、この一戦にて滅ぼしてご覧に入れます。それ無用、遠慮なく叩きのめす。いざ参る。一騎打ちは戦の花よ。この刑事と勝負いたせい。その意気込みはよし。だがわしの相手ができるかな。いずれ別の戦場で相まみえましょうぞ。この正則一生の不覚か。正宗の夢は世界にあり。かような戦で命を落とすわけにはまいらぬ。わしはこれより西軍に合力いたす。正宗よ、私だけは裏切るまいと思うておったが、寝返りおったか。わしに弓引く、誰であっても容赦はせぬ。豊臣家も安泰かと。終着至極に存じます。うん。石田三成率いる西軍はついに東軍を打ち倒した。この後徳川家康は自害して果て、徳川家は滅亡した。こうして長きにわたった戦乱は終わり、豊臣家のもと新たな太平の時代が始まるのである。